貴様はアルテバ、何のつもりだ。人の生み出したる自我ありしといえども、力を求めるは鈍色の差があればこそ。力を喰らって汝はここまで成熟した。間もなく完璧なる我が器となろう。貴様は何を言ってる。それが汝の天命だ、ミュータス。我を受け入れ。この断りから逃れることはできぬ。そう、決して。黙れ！それ一つで存立していないということか。かような思念が絡みつき、その自我を嫌悪としている。汝の自我を消せば器の本分を取り戻せるかと思ったが、まとわりつく全ての思念を断ち切り、泡沫に変えねばならぬようだ。創生が始まる時を待ちながら一策講じるとしよう。汝のためにな。上司はどこに。ドミナントとはいえ、大量のエーテルを取り込めるはずがない。ましてやその力を強めることなどあるわけがなかろうに。もう少し狡猾な男かと思っていたが、タイタンも噂ほどではなかったということか。それほどまでに。バルナバス様、ミュートスの力が勝っていた。この5年風獄プカは復讐のために生きてきた。その歳月が一周されたのだ。ざれ事にすがりもしよう。人は自らを頼みに変わることなどできぬ。神の力に頼るのも同様。しかしあの男、愛する女の首一つで身を滅ぼすとは。人とは実に哀れなものです。マザークリスタルの消えゆく様は、かくも美しいものか。